ジャンクレール・トディボは、フランスのプロサッカー選手。フランス領ギアナのカイエンヌ出身。アグック・ニース所属。ポジションは MF、DF。ユース時代をパリ郊外の FC レ・リラで過ごし、2016年にトゥールーズ FC に入団。2シーズン B チームでプレーし、2018年にトップチームに昇格。8月19日のボルドー戦でリーグアンデビュー。9月30日のレンヌ戦でプロ初ゴールを決めた。この新鋭フランス人選手に対し、FC バルセロナ、レアルマドリード、ユベントス FC、マンチェスターユナイテッド FC などといった有力チームが、トディボの獲得に興味を示していると言われている。2019年1月8日、FC バルセロナが 2019-20 シーズンからの加入を発表。1月31日、FC バルセロナはトディボの加入時期を早めることに決め、4年半契約を結んだことを発表。4月13日の SD ウエスカ戦でリーガ初出場を果たした。2020年1月15日、シャルケ04へ買取オプション付きのシーズン終了までのレンタル移籍が発表。さらに10月5日には SL ベンフィカへの2年間のローン移籍が発表された。2021年2月1日、アグック・ニースへ、買取オプション付きのシーズン終了までのレンタル移籍。2020-21シーズン終了後の6月27日に、ニースへの完全移籍が発表された。2018年に U-20 のフランス代表に招集されている。ありがとうございます。